今日レギュラーメンバーのゆいゆいがですね舞台のお稽古で来れないということで、ちょっと今日は代わりに同じ AKB48 チームの下尾美宇ちゃんが来てくれました。では早速呼んじゃいましょう。美宇ちゃん、はーい。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。さあ改めまして下尾美宇ちゃんです、お願いします。はい、AKB 補助チームメイトの下尾美宇です、よろしくお願いします。めっちゃ可愛い。はい、可愛い。そうなん、先ほども言ってもらったんですけど、ゆいゆいが舞台の稽古で来れないので、そうなんですね、ピンチヒッターとして来させてもらいました、うん、いや嬉しいよ。いつかゆいゆいに代わってレギュラーとかになれたらいいなとちょっと勝手に思っちゃってます、よろしくお願いします。結構野心家いいですね、この甘いルックスで。でもさ、こうゆいゆいエクビューもこう大事なんですけど、こう曜日レギュラー決まる前からのちょっと大人の事情があって来れないということでしたので、はいはい、今日はみゆちゃんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃあ早速エクビュースタートと言いましょうか、はいはい、いきます、せーの、エクビュースタート。いくらさん、こんにちは、 AKB48 の小栗ゆいです。あどんな子教えて、ゆいゆい。そうですね、下尾美宇ちゃんはあのまず上げて上げて、すごくダンスが本当に上手で、上げてる上げてる、かっこいいですよ、上げてる、見た目とかもすごく大人っぽいですし、大人っぽい大人っぽい、上げてる上げてる。でも喋るとすっごい天然なんですね。私もゆいゆいが言うの、 DHC さんの役部の時に天然って言われたんですけど、私なんかも全然天然じゃなくて、私よりも天然なんですよ。相当だよ、私よりも天然なんですよ。ゆいゆいに言われるって相当だよ。でもこの天然さはあの喋れば絶対に分かると思うので、ぜひ喋って体感してみてください。体感がない天然、やっぱゆいゆいも天然だな、やっぱり。みーちゃん、あの自己紹介ギャグ、芸人さんからいただいた自己紹介ギャグをみんなの前で披露してください。何、ちなみに私はグリグリグリオグリユイ。グリグリグリオグリユイですか。恥ずかしいです。やだよ、やだよ。芸人さんからもらったんですか。そうなんです、なんか青森での番組に出させていただいた時に、はいはいはい、チームメイトが大体16人くらいので行った時に教えてもらって、はい、でつけられたんですよ。その時にあのグリグリグリと一緒にみーちゃんも別のも もらったんですか。はい、私ももらいました。そうなんだ。もうこれあれ以来も絶対一生やんないんだろうなって思ってたんですけど、まさかやると思わなかった。知ってるファンも多分少ないと思います。下見ファンでさえ、うん、多分少ないと思います、ね。ちょっとそれ見たいんですけど、じゃあまずは、はい、AKB さんって言ったらやっぱりアイドルってこう可愛い自己紹介があるじゃないですか。はい、必ずライブの時とか、はい、あれを一回やってもらっていいですか。わかりました。まずノーマルタイプします、はいはい、山口県から来ました。せーの、下を見ず上を向いてマイペースに頑張りました。みゆ、17歳の高2です、よろしくお願いします。下を見ずいいですね、はい、これは誰が考えたんですか。これはなんか下を見ゆっていうので、うんうんうん、だからそれで私が作りました。あ、自分で、はい、才能ある。わー、ありがとうございます。嬉しい。作りましょうか。え、作ってよ。作ってほしい。いくらまなみ、じゃあ、うん、いく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 らまなみ。さっきのゆいゆいと一緒やん。さっきのゆいゆいじゃん。え、やりま、かぶせましたね。かぶせてきましたね、完全に。え、いく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 らゆい。あ、いくらゆいじゃないか。いくらまなみ。いきますよ。いく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 らまなみ。できそう、そう。かわいいです。そうでしょ。例のお笑い芸人さんが作ってくれた方の、はい、見せてもらっていいですか。わかりました。いきます。はい。はい。下尾美宇です。下を見る。下を見る。はい。やるな。やらない。これはね、恥ずかしいですね、芸人さん責任取ってほしい。本当に。し
下を見る下を見る。もうちょっといいのください。やっぱりね、芸人さんらしい感じですね、はい、ですね。でもこれもちょいちょい小出しにやってってほしいな。下を見るも。じゃあ、うん、こっちもお願いします。わかりました。小出しにしていきます。いくいくも、はい。でもさ、そのゆいゆいも、はい、なかなか天然で、ちょっと、うん、みえちゃんもなんか天然だなって感じが今したんだけど、はい、やっぱり天然な感じだよね。いや天然じゃないですよ。本当にゆいゆいのが天然です。でもなんかさ、天然エピソードとかはないの？天然エピソード、ゆいゆいのですか？うん、自分の。あ、自分ですか？自分の天然エピソード。あ、でも、うん、パンジーって花あるじゃないですか、うんうん、それ私小学生の頃に、うん、友達がチンパンジーの水やりってるよってお母さんに言っちゃって、パンジーの水やりやってるのにお母さんに聞かれた時に、あ、その子ならさっきチンパンジーの花水やりしてたよって言ってたのが天然だったかなって。それは結構来てますね。ちょっとそれはちょっとおバカさんだなって。パンジーとチンパンジー間違えちゃったんだ。そうなんですよね。あ、結構今日ヤバそうですね。ヤバいですね。逆にゆいゆいは AKB48 ではどんな感じなの？ゆいゆいも、ゆいもでも結構天然キャラできてて、うん、そうですね。だからよく MC でも、うん、裏で劇場公演とかの時にお互いちょっと変なところがあるので。噛み合うの？ちょっと噛み合うんです、ちゃんと。それが意外と逆にで MC をお互い確認し合ってます。あ、へえ、大丈夫かなってちょっとヤバい人なりにやってます。で、確認し合っても永遠に確認できなさそうなのかも。その確認しても結果ファンの方の前で話すと、うん、ちょっと逆に変なこと言っちゃって、ね、ファンの方に笑われちゃったりとか。天然同士で確認したら天然でしかないですからね。そうですね。一応この番組、そのメイク番組でそこに来てもらってるんで、ちょっとメイクの話とかも聞こうかなって思ってるんですけど、はいはい、みえちゃんはメイク得意ですか？私メイク本当に大好きで。そうなんだ。はい、そうなんです。よく動画とか見て研究してます、うん。はい、どういうことを研究するの？もう女優さん、好きな女優さんとかがしてるメイクだったり、うんうん、雑誌で見てて、あ、これ素敵だなって思ったメイクをちょっと自分で真似してみたりとか。そうなんだ、はい、よくしてます。じゃあ最近こだわってるメイクとかはある？最近はアイメイクをすごいこだわってて、まつげだったり、まつげの上がり具合とかすごい気にしてます、うん。どんぐらいの角度でとか？角度で綺麗になんか上がるようにしたり、うんうんうん、ホットアイビューラーでちゃんと、うん、温めてあげたりとか。そうです、そうです、ゆっくり上げてとかしたり、あとここら辺を暗くしたりとかちょっとしてます。へえ、結構こだわりあるね目元。はい、じゃあ苦手なメイクは？逆に苦手なメイクは私、うん、まあ、ここの何でしたっけ、アイラインとか、アイライン、あとアイブロウ、うん、眉毛が本当に苦手で、最近やっと眉毛とかもやりだしたくらいです。今まで描いてなかった？今まで描いてなくて。そうなんだ。そろそろやばいなと思って書き出してました。そろそろ描かないとみたいな。はい、でも目元得意な、好きなんだけどアイラインは苦手なんだ。そうなんですよね。初めは長くてここら辺まで引いてたんですよ。それは引きすぎ、それは引きすぎ。本当ここら辺まで引いてて、それは引きすぎだよ。でファンの方にちょっとそろそろちょっと短めにした方がいいよって言われて、こめかみラインになっちゃうもん。そう、本当ここら辺まで引いてて長い長い。最近やっとちょっと抑えめになってきました。そうなんだね。そうなんだ。いや、ちょっとなかなかね、なんか変わった描き方してたよね。そうでしたね。すごい。そうなんだ、はい。ちょっとそれさ、直したくない？アイラインの描き方知りたいよね。はい、ということで今日はですね、世界基準のテクニックを持つ注目のヘアメイクアップアーティストさんに来ていただいています。マリナドットさんです。どうぞー。